御徒町、この地も何とも活気に満ちて。分かっているな、セイバー。物見遊山とは違うぞ。ちょいと、そこの粋なお侍さん、うちの品見てって。すまない、先を急いでいる。そりゃ失礼した。暇になったらいつでも寄っとくれ。そん時は先に行っちまったあんたの連れも一緒にいた。セイバーめ、気配を殺して走っ、そう遠くへは行っていまい。さっさと探すか。よく来たの。大助かりじゃ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 。またいつでも来とくれ。白い着物に結ヶ身の客か。いや、うちには来てね。探しか。なら他は。こちらには来ていないか。ならば南だ。Thank you.
さっきすれ違った子がね、目を輝かせながら通りをあちこち見回してた。おのぼりさんかしら。かわいかった。白い着物に結い髪の客、そんなか次から次に質問を浴びせてきてな。息つく暇。セイバー。おお、遅いぞ、ヨリ。うむ、御徒町はさほどに。何を言う。私は私なりに聞き込みを。うん、ヨリ、その面は？これは、その、当世の、はあ、言っておくが、私とてただ遊んでいた。せめてはいない。見知らぬ町は物珍しいものだ。まあそれはな。だが本当に遊んでいただけではない。感じない。わかるな。我らに向けら、御徒町に足を踏み入れてより、この方、我々は見張られて。おうおう、そろそろどいてくれ、あんちゃんたち。商売の邪魔だよ。ああ、すまない。今すぐ。君、ユイ小説を知っているか？セイバー、そう誰かで構わずに。ユイ小説？貴殿、知っているのか？浪人どもの耳に入らねえよ。小声で頼むぜ。連中、先生。ユイ小説といや、浪人を集めて開いた軍学塾で何やらやってんだとよ。ここだけの話、塾に集った浪人どもは揃いも揃って何かを企んでてもおかしくねえと俺は思ってるぜ。その浪人ども、なんだ、連中に用があったのか。俺、ニューリジャヤに行ってみな。両国橋か北の外れか、どっち。浪人を集めた私塾、そこが小説の本拠かもしれん。時に浪人とは何だ。俺の同類、同輩だ。乱世を終えた徳川の世に身を立てるすべなきはぐれ者、主なき武士たち。くれぐれも首をはねるんじゃないぞ。小説の私塾、あれはなんだ。
ピオリ、こっちだ。あそこに集っているのが浪人か。殺気立っているな。あれでは話を聞けそうにない。一人捕まえてみよう。何、吐かせる手はいくらでもある。それは最終手段だ。まずは店の裏から聞き耳を。待て、そっちじゃないぞ。ははん、忍び働きというやつか。小説先生、なんだって幕府なんぞにお使いなすったんだ。俺たち門下生は先生が世の不条理を正すと信じてここまでついてきたってのによ。まさか役人どもに袖の下でも使われて心変わりを起こしちまっ。おい貴様、小説先生の世を思うお心軽んじる。あの方が金ごときで幕府になびくはずがない。ちと我々には事情か。まさか役人にはめられて仕官を余儀なくされた。それだ、間違いない。くすー、幕府め、卑劣。小説は幕府に仕えていたのか。だが何のために、どんな地位にあるんだ。幕府、セイバー。ああ、何でもない。しかし私塾の場所も分からずじまいだ。やはりやめておけ。次だ、北の二売茶屋へ向かう。見ろ、イオリ、あれは浪人どもではないか。おそらくな。やつらユイに会いに行くのかもしれん。追うぞ。
け道か。一体どこに続いて。そこそとつけ回す怪しいやつめ、今ここで成敗いたぞ。初めて見る怪異だったな。あれも銀。貴様らのおかげで命拾いしたレオユ。貴殿、わざわざそれを言いに戻ってきた。いかな相手であろうと礼には礼で答えよ。それが我が。おっと、こうしてはいられん。ではな。
待て、まだ話を。あのイソギは、もしや奴は私塾に向かったのではないか。ユイの本拠を暴く、またとない好機だ。とよし、俺たちも向かおう。道場？まるで人気がないが。浪人はどこへ行ったのだ。徹底的に。ヤツめ、一体どこへ。待て、貴殿ら、この辺りに配された御家人か。一体俺たちに何。こやつらだ。何、これまで我らを睨み続けていた視線、こやつらのものだぞ。なるほど、邪魔者は切る。ほほ、来るか。せっ。と。連中の剣、鋭くありながら気迫にかける。消えた。恩にならず剣を握っている。Yeah.
顔色が悪いぞ、ニョリ。しっかり手当てしておけ。随分と時を費やしてしまった。あの浪人ももう近くにはいまいな。そう気を落とすな、セイバー。得るものは得だ。あとはいかにして私塾にたどり着くか。ここはツテを頼るか。ツテ？同心の助之進だ。奉行所であれば私塾のような人のため。では結衣の私塾もか。定かではないがあり得るだろう。いいな。